はい、皆さんおはようございます、さちねです。今日も風が強いです。今6時前なんですけども、昨日早く夕食食べ過ぎてすんごいお腹空いて、これから朝食の準備です。ちょっと曇り空で、晴れ間は午前中は見えなさそうですね。まあでも昨日すごい天気が良かったので、よしとします。昨日のナンを半分に切って、タルタルソースをかけて、でチーズ、とろけるチーズを挟んで、また焼いていきます。で、昨日の明太フランスを、また一緒に、ね、焼いていって、ちょっとこれ傷がついちゃったんですけど、昨日の桃とザクロジュース。ドトールのブレックファーストブレンドをね、この100均の折りたたみコーヒードリッパーで混ぜていきます。こういう感じ、はい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 、こんな感じになります。はい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 、足がつくんだよ、こういう感じ、でかいねじゃあ準備していきます。はい、ということで、まずは暴風対策からということで、昨日からですね、本当にすごい風で、この2日目はね、少しは和らいだんですけれども、でもまだまだちょっと火をつけるにはね、暴風対策が必要ということで、100均のトレイを使いながらなんとか駆使して風が来ないようにしております。はい、大丈夫かなこれ。これで多分火がね、かろうじてつくんじゃないかなと思いますけれども、はい、これから調理をしていきます。はい、まずは昨日の残りのナンをね、半分に切るとこういう感じで中がね、パコッと開くので、中にタルタルソースととろけるチーズを挟んで焼いて食べようと思います。結構ね、このタルタルソース大好きで、いろいろ野菜とかにつけてもね、結構美味しいんですね。もうすでに半分とろけたチーズを使います、はい、でも焼いたらね、結構美味しかったですよ。はい、とりあえず完成しました。風がね、強くてちょっとアフレコにしてますけれども、はい、昨日の残りです。全部昨日の残りプラス桃とザクロなんですけれども、はい、美味しくいただきました。家でつけた、今食べちゃったんだけど、玉ねぎのすってとトマトのすって。
って生姜を入れてまろやかしく一緒にやったんだけど、すごい美味しい。パンとかも美味しい、カレーとかもラッキョウみたいな美味しいわけだし、ちょっと早すぎるんですけど、雨降りそうなんで撤収します。撤収作業だけ、はい、テントだけ片付けます。早すぎて切れた。回数券を使おうと思って草枕温泉天水寺さんに来ているんですが、ちょっと早すぎてあと15分くらいでオープンなんですが、すごいじいちゃんおばあちゃんたちが列すんごいいっぱい来てる。ちょっと混んでるかも。玄関先でめっちゃ並んでんだけど、結構並んでるよ。バイカーの人とかバイク乗ってきてる人もいる。キャンプの後なんだろうな、きっとね。天水さんです。結構入っていったよね、みんな中に。じゃあ入ります。結構大きいよ。すごい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 。薪とか売ってる。すごい700円だった。すごいね。ただいまー。うわー、大きいね。わー、美味しそう。すごい。美味しそう。かわいいね。ダイハツミゼット。戦後の経産林ブームの火付け役となったんだって。面白い。はい。今お風呂入ってきました。もうすっぴんなんでマスクをしております。はい、とっても気持ちが良かったです。抹茶アイスね、すんごいでっかい抹茶アイス食べてきました。本当にね、楽しい
一泊二日のキャンプ旅でした。はい、また出かけていきたいと思います。はい、本日は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。